どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな企画に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはドン、エリック・クラプトン、 Change the World。 こちらのもう世界的名曲をこのウクレレでやってみましょう。このね Change the World 2014年に一回デモ演奏として一回ちょっとアップロードしてるんですけど、レッスン動画としては初ですのでじっくり行きましょう。ちょっとね、見慣れない難しいコード出てくるんですけど、初心者の方でもちょっと頑張るとできると思います。ちょっとね、簡単に、してますんで、やってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様に向けた超シンプル簡単バージョンやります。後半はかっこいいバージョン。ちょっと弾き方が変わりますね。そこでこう、ドラマティックにまた行きたい感じでございます。楽しく音楽、ウクレレで始めましょう。皆さん音楽ね、聞くのいいけど、やる方がもっとね、楽しいんですよ。これぜひ皆さんに始めてもらいたいということで、このガズレレやっておるんですけれども、今ですね、このガズレレを見ても世界中の方が何万人もウクレレで始めて、音楽始めてます。私音楽苦手なんですとか、もう楽器触ったこともないんですけど、という方も、もりもり音楽楽しんでますよ。はい。もうちょっとしたらここにリンク貼ります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画を見て、ウクレレ触ってるだけです。YouTube動画ですので、いつでもどこでもスマホでも見られて無料ですからね。ひとまずやってみましょう。はい、憧れの曲どんどん弾けるようになります。はい、リンクここに貼りますよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで弾けるようにしている簡単レッスン動画として、すでに1400曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲をちょっとずつ毎日毎日ね、ウクレレレッスン動画としてアップしてます。これからは聞く、音楽聞くからやるに変えていきましょう。さあ早速やってまいりましょう。エリック・クラプトンの Change the World。 まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。
is the world ガズレレ流シンプル簡単バージョンをやってみました。これはやっぱりもうキュンとくるあのメロディ、はい、思いっきり歌っていきましょう。はい、でね、コード見慣れないの出てきたでしょ。見慣れないの、あれ一応テロップ出しておきましたけど、あれはですね普段出てこないんですけど、ちょっとね工夫すると初心者の方でもできると思いますね。こういう風にね、なんていうのかな、この曲だけはどうしてもね一生かかってもいいから歌いたいっていうテーマにもね、もう十分この曲は合うと思いますね。なんとか抑えていきましょう。もちろん今聴いていただいたバージョンはオリジナルショートカットバージョンで1番やってサビ繰り返したという、ショートカット進行になってるんですけど、これからやる後半のかっこいいバージョンでは2番もつけてます。で本編はもっとすごく長いんですけど、基本的にコード進行一緒ですので、こう自分でねこうコード書いてオリジナルの楽譜作成することもできます。そして今シンプル簡単バージョンとかこれからかっこいいバージョンでねテロップが出る、それもですねやっぱり YouTube と一緒にできるようになったら、今度は皆さんの手で、紙に書き出してですねご自身だけで歌ってみるのをおすすめします。その時の参考になるようにですね、いつもガズがこうやってノートを写してるんですよ。こんな感じで書くといいですよということで、いつもガズはこれ見て歌ってるんですけど、こういう風に、ね、書いてるんですけど、今このサービスが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この今日のチェンジザワールドを含むガズが今まで取りためてきた膨大な曲のノートの楽譜が皆さんのお手元に毎月5曲お選びいただいてダウンロードできるという画期的なサービスでございます。今500名以上の方がもうご活用くださって、もうもりもり音楽楽しんでおります。そしてこのガズクラブではですね、楽譜のダウンロード以外にもいろんなクラブ活動が盛りだくさんでございまして、毎月2回行われているクラブメンバー限定オンラインライブ配信イベント、これがめちゃくちゃ楽しいんです。次は10月4日に昭和の夏ベロなんだけど、今の若者ももりもり歌いちゃう、歌い継がれてる曲、楽しい曲をテーマにお送りしたいと思います。もうね課題曲決まってます。今もみんなに必死っていうかね、モリモリ練習して、その当日にもう世界中でこうわーっと参加してわーっと歌うというね、そうオンラインならではのね面白いこといっぱいやってます。あと非公開の SNS の中で私が毎朝7時にガズラジ、ガズのラジオ放送毎日朝7時から放送しております。これもね結構深いですよ。まあ、SNS の中でガズがどんな質問にも答えたり、いろんなテーマを持ってディスカッションしたりとか、あと皆さんの演奏動画アップロードできる場所も2カ所ぐらいあったりとか盛り上がってます。ぜひガズクラブ、ご注目ください。はい、それでは見ていきましょう。はい、こんな感じになっております。ちょっとイントロね、これここのイントロのこの1行だけちっちゃいスケールになってるんで、ちょっとこっち歌ではこのワンブロックはここですけど、こういう風になってます。ここだけちょっとご注意なんですけど、結構もう盛りだくさん、このね見慣れないコード D シャープとかねいっぱい出てくるんですけど、まあまあちょっとまずはメモっていきましょう。この下にくるっと囲ったらこれね矢印マークなんですけど、これはシンコペーションマークという後半のかっこいいバージョンのこの弾き方を使いますということでございます。はい、さあ、あと一時停止でメモっていってください。動画のテロップをメモってもくださってもいいし、まあガズクラブでダウンロードしていただいてもいいと思いますけれども、はいはい、そうですね、ここら辺くるっと囲っているやつ、これ後半かっこいいバージョンではこのワンブロックに4つ弾いたりとか、ここちょっとご注目、2拍の場所ありますからね、テロップにも書いておきましたけど、1、2、3、4、1、2、1、2、3、4みたいな、ちょっとリズム、デモ演奏聞いていただくと分かると思うんですけど、この2拍キーポイントになってます。はい、そしてここチェンジオワールドやって、またここ感想を入って、で今のシンプル簡単バージョン、ここ E7 になってサビを一回繰り返して終わったということなんですけど、後半のかっこいいバージョンではここからこっちに展開していきます。はい、こんな感じで2番をやって、またここサビに戻るんですけど、後半のかっこいいバージョン ではですね、ちょっともう一回2番目のサビに戻ってきたときに、ここら辺をですね、ちょっと繰り返すという、テロップ表記でちょっとね、理解していただきたいんですけど、ここら辺の繰り返しが後半のかっこいいバージョンでは入ります。また後で解説しますけどね。はい、こんな感じで全体像になっておりますということでございます。はい。それではコードの解説ちょっと見てください。コード。ちょっと今日場所がなくなっちゃったんですけど、今日はね、これとこれがこう隠れて、こう、今日、今やったシンプル簡単バージョンって、このガズレレ必須コードプラスこの3つなんですよね。まずこの、ここの黒く囲ってるやつ、これ入門コードのグループです。はい、言っていきます。C と Am と F、D7、G7、E7、Dm。はい。この7個のコードは超基本コードのグループなんで、今これはさっとこのガズレレ必須コードということで解説しておきましょう。これはウクレレで始めた方が一番最初に覚えてもらいたいコードのグループということで、10個のコードがあるんですよ。10個もあるんですかって感じだけど、まあ、今ね、私ここにリンクあります。このリンク見たらこの10個のコードもう本当にスイスイ頭を覚えられるんで、ここでまず10個覚えちゃってください。これはまあもう必見です。すごい覚えられるんで。で、だから今日はそこから7個ね、まずこれが基本に来てますということが、この7個は基本に来てますというのがあるんですけど、はい、じゃあ今日シンプル簡単バージョンも出てきちゃう、ちょっと難しいっていうか見慣れないコード解説して、まず D シャープ、これがいっぱい出てくるんですよ。これね、押さえる場所、こことここね、だからちょっとこれ隙間が空くんだよね、こういう感じになると思う。
ここのここが隙間がすごくこうですね、こことこことこんな感じで押さえるのがいいかな。はい、これ D シャープがこれ今回めちゃくちゃ出てくるんです。ちょっとね慣れない感じですよね。その次、Gm7。いつもこれかっこいいバージョンで出てくるんですけど、今回はシンプル簡単バージョンでも出てきちゃいました。これ見てください。Gm7。はい。ここと、ここと、ここを押さえます。この2個を1本指でこうやって押さえるのが結構いいと思うんですね。で、ここでちょいと足すと。そしてここがこういう風に反らないとね、これ押さえられる。ビチッとこのぐらいの角度でね。はい。で、中にはですね、ここ反らないよという方がいらっしゃるんで、そんな方はこう押さえたりとか、こういう風に押さえたりとか、ちょっと工夫してみるといいかなという風に思うんですけど、ちょっとね、いわゆるここを、どうしてもこのね、転調つってどこで出てくるかっていうとね、ここの、Then the loving inside という、ここら辺がね、この行がキーポイントなんですよ。ここがちょっと転調するというか、そんなイメージです。そして、もう一個、F7 というコードなんですけど、これはちょっとガズ流のね、オリジナル解釈なんですけど、本当はもっと難しいんです。簡単にしてます。F7 はね、F を押さえといて、3弦の3フレットを同時に押すんですよ。だから F を押さえといて、ここ。これで表現。はい。本当の F7 は、ここの1弦の3フレットが加わるんで、これ4本指だと難しいから、これでも十分 F7 の響きが再現されています。この3つを加えて、今シンプル簡単バージョンを4つ弾きでやってました。これだけでも結構難易度高いと思うんですね。しかも英語だしね。なのでもうなるべくゆっくり、本当にこうメロディーをこう掴むようにやるのがいいと思います。コードが変わるときにね、やっぱりね、あれなんだっけってこうリズム通りにまず最初はいかないと思うんでね、ゆっくりゆっくり、次のコードが来るぞ来るぞとこう予測しながら指を動かしていかないと間に合わないんで、はい。ちょっとね、珍しいコードがシンプル簡単バージョンの方から登場してきますということで、そこが今日結構難易度は高いかもしれないんですけど、これね、慣れっていうのもあるんでね、じっくりじっくり毎日毎日毎日5分でもね続けていたらもうほんと何ヶ月後には弾けるようになると思いますよ。はい。そういうことで、じゃあ今のそれをゆっくり弾いて歌っていったのがシンプル簡単バージョンでございました。いつも言ってるんですけど、この4つ弾きでしっかりこの歌使う、これ英語ですからね、でも何とも言えないですけども、にゃー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 でもまずはね歌ってみるのもいいかもしれないですね。はい。英語はまあちょっとやっぱり難しいと思うんで、ゆっくり掴んでいきましょう。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはさらにそこに1個だけ、1個っていうかね、 1.5 個、これちょっと後説明するけど、このコード、たまに出てくるんですけど、まずはこの C、これだ、 CAUG、 C オーギュメント、はい、このコード、これはたまに出てくる、これはまあ初心者の方でも抑えられる、 C と4弦の1フレット、ここですね。はい。ここはどこで出てくるというかというと、サビで Change the world, I'm inside in the universe, you think my love is really something good、 このワンブロック4つで Am I now から C オーギュメント C、 C、 ここで一瞬出てくるんですけど、これはね、だんだんこのだんだん落ちてくる感じ、欠かせないコードです、 C オーギュメント。そしてね、一個もう一個こう書いてあったんですけど、このC サス4っていうのは、これ実はですね、このコードだけ楽譜上に書いてないんですよ。C のサス4っていうのは一応押さえる場所を言っておくと、C を押さえたまま、ここを足すんですよね、ここ。はい。これをですね、フィーリングで入れていく。出た、フィーリングみたいな感じですけど、やってみると、じゃあイントロいきますよ。わかった？これ、エイトさんの香水という動画でも、ここ出てきましたけど、こんな感じ。これハンマリング音とプリング音というんですけど、これがもし余裕が出てきたらこんな感じで使ってみるのがいいかと思って一応書いておきました。はい。 C ただずっと弾いてるより、じゃあアルペジオもこの今回出てくるんですよ、後半のかっこいいバージョン。ちょっとやるとって聞くより、こっちこういうのがちょっと入るとちょっとね、ニュアンスがこう変わるというか、なので、無理に入れることはないですけど、余裕が出てきた時に試しにこう、とか、ちょっとこう流れで入れてみるのもいいかなと思います。これ楽譜に書くというか、もうほんとフィーリングなんで、でこんな風でもいいと思うし、そんな感じでちょっと、ラフにここは表現したいと思います。一応 C サスを書いてきましたということです。
はい、そしてこの Change the World、これは早いようなゆったりしたような感じなんですけど、あのアレンジとしてはですね、あのライブバージョンのアレンジをちょっと参考にさせてもらったんです。 CD のバージョンはねちょっとね伸ばすサビの Change the World のタイミングちょっと難しいんで、ライブバージョンの方がね かっこよく皆さんにちょっと分かりやすいということでそれを採用しております。そしてですね、リズムの全体の弾き方としてはいろいろ迷うんですけど、アルペジオと8ビートのチャをミックスさせたような、まあほぼ8ビートのチャーだと思うんですけど、やってみようと思います。一応この2つの弾き方、動画で解説してます。ここにリンク貼っておきます。これ、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からガズペジオと、アルペジオ。ガズペジオの要素でもいいと思いますね。まあ、アルペジオみたいな、要は分散和音的な音と、あと8ビートのチャっていうのは、この曲相当ゆっくりなんでね。この辺がキーポイントになると思いますということでございます。そしてさらにさらに今日このマーク出てきます。この矢印マークはリズムが前にスコーンと入ってくるということなんですけれども、ちょっとこの辺のね、アルペジオと8ビートのチャットシンコペーションマーク、イントロでちょっと説明したい、ひっくり返って説明したいです。矢印マークが入ってるところでリズムがガーッと食い込んでくるわけですね。しかもアルペジオと8ビートのチャが混ざってるというちょっとそういうニュアンスのイントロ、このイントロちょっと難しいと思います。やってみましょう。ワン、ツー、スリー。あはって感じですね。最初の前半アルペジオで後半8ビートのチャというような、捉え方をしてもらうとイントロは、ね、いいと思います。もう一回やる。ワン、ツー、スリー。アルペジオからいきます。ここから8ビート、ダッツダッタ、またアルペジオ、デン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 、また C でアップでアルペジオ、はい、もう一回アルペジオでここでシンコペーション食い込んできて、もう一回アルペジオでまた G マイナー行って、また G7 はこう矢印ね、こんな感じでやるのがいいかなと思うんですけど、このアルペジオと8ビートのチャ混ぜると難しいかなという方はもうずっと8ビートのチャでいいです。そうするとシンコペーションだけやろう、チカタン、ここでバーン、これでももちろんいいですよ。で、ちょっとね、アコースティック、ライブバージョンだとこのような雰囲気があるんで、今の、このさ、Dマイナーなんですけど、ここ。この2弦の1フレット、ここを、後でこう、パターンと追いかけてくる。こういうのがかっこいいんですよ。はい、これシンコペーションなんでね。で、できればもし余裕できてきたらまたさっきみたいにこうやって遅れて人差し指をつけてくるとかかっこいいです。でさっきも言ったんですけど C サス4を、わかった、でやったらさらにかっこいい、ダラララン、小技ですけど余裕できてからやってみましょう。はい、なんでまあ、初心者の方はまず本当8ビットのチャの、シンコペーション入りでこんな感じでいい。ちょっとやってみたい方はこんな感じで、これでちょっと柔らかくこう砕けるような、ほどけるようなイントロで始まって、 A メロはですね最初のね2行だけ、最初だけアルペジオを入れてみて、そこから8ビート、通常の8ビートに流そうかなというふうに、そこでちょっとね、こう表現を、加えております。もちろん、難しかったらずっと8ビートのチャでもいいと思いますけどね。で、このシンコペーションマークは結構出てくるんで、しっかり確認して、スッカースッカーとこう、前にドーンと食い込んでくるシンコペーション、こう見逃さないようにしてまいりましょう。そしてですね、イントロの後にね、かっこいいフレーズを入れます。ちょっとイントロ全部やってみる、今の流れでね。せーの。アップでしょ、8ビート、またアルペジオに戻って、またアップ8ビート戻って、もう一回、はい、トロトン、トロロン、入れられたら入れてみると、はい、はい、次最後のとこね、ここで G7 3、これ、あ、これかっこいい、これかっこいいんですよ。これはね結構簡単で、すごく感じるかもしれないけど、2弦の1フレット3フレット、1弦の1フレット3フレットを右手は1回ピッキング、ここの左手のこの薬指で1フレットを、あ、まず人差し指押さえてでしょ、こう叩きつけるんですよね、これ。こんなようなフレーズがあります。一応タブ譜出しておくとこんな感じですけど、まず2弦の1フレット、2弦の3フレット、
この3フレットの時はもう右手は引かずに叩きつける感じの方がいいと思います。次1弦の1フレット、次1弦の3フレット、これをはい、このワンフレーズ、これも余裕ができてからでいいですよ。最初からここにこだわっちゃうともう全体像ちょっとつかめないんで、全体できるようになったらこういう細かいところもやってみましょう。はい、で後半のかっこいいバージョンは2番までやるんですけど、2番やって2回目のサビでちょっと繰り返しのところを追加します。2番サビやってみますね。1、2、3、4、J&Y、 ちょっと早送りね。 I'll be inside in the universe、 ちょっと早送り。 You think my love is really something you maybe if I could、 ここで繰り返すんです。 J&Y maybe if I could、 ここね。ここで普通に戻ったという感じ。ちょっとこう聞いてもらえるとね、理解していただけると思うんですけど、ここちょっと盛り上げて最後繰り返す、この辺のところちょっと頭に置いといてもらって、動画に合わせてやってみてください。はい、そういうわけで結構このコードもね、ちょっと普段と違って抑えづらいコードも出てくるのの他に、まあいろんなシンコペーションだとかいろいろある上にさらに英語だったりしますからね。でこれはいつも言ってることなんですけど、なかなかこうゆっくりねリズムキープが難しく早くなっちゃいがちなんで、まあ、心落ち着けてやりたいんですけど、なかなか落ち着かないです。英語だしもうね。なんだけどこれはね、まずね演奏する前に皆さんやっぱり和訳の歌詞を読んでですね、歌詞の中身やっぱりグッとね、思い噛み締めながらやるのがまたねいいと思います。はい、これは脳トレ要素が高いと思うんですけど、まあほんと長い時間かけてじっくりものにしていきましょう。じゃあやってみましょう。 Eric Clapton Change the World でガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4チェンジ・ザ・ワールド、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あー気持ちがいい、やっぱりこれね。
なんという響き、素敵ですよね。はい、これでエリック・クラプトンの世界観を、まあ、自分のねここで表現できる、素晴らしいと思います。大いに歌っていきましょう。はい、この楽しさ皆さん周りの方にもぜひシェアしてあげてください。ウクレレ簡単だよ、すぐできるよとか感じでね、その時にこのガズレレ YouTube もぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。そしていつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレ、ただいま、事前予約注文受付中でございます。ちょっとお渡し先になっちゃうんですけど、今ほんと多大に申し込みをいただいており、皆さん大感謝でございます。そして以前ねご予約いただいた方、今毎日ねベトナムで、もじゃくんはじめもベトナムのジーラオチームでもう本当に、心込めて制作しておりますので、お待ちくださいませ。はい、ウクレレのこと詳細こちらでリンク貼っておきますので、ご確認よろしくお願いいたします。あとねもうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにねやっぱ書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですねこんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ譜面台じゃなくてもいろんなもん入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはちょっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレ持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。